gibt es hier irgendwo eine Truhe, ja, da oben. Und hier ist auch noch einer. Ja, dann nehme ich ihn trotzdem. Okay, wer ist das? Kensuko zweite Klasse. Ah, den kann er auch so besiegen. Da muss ich ihn noch nicht mal stärken. Er soll jetzt aber mit sich selber reden, damit er noch weiter laufen kann. Ich hätte gerne zwei Truhen. Noch mehr gekommen. Ach, das hatte doch was. Musik. Meereswelle. Das reicht nicht. Ah, mit Assistenz sollte es sein. みゆき、僕だ。たくまだよ。お願いだ。話を聞いてくれ。いい加減、目を覚ましてくれ。僕と約束したじゃないか。この世界を救って、みんなで元の世界に帰るんだって。 このままじゃ君の大切な弟が春が失われてしまうかもしれないんだぞ。みゆき。 みゆきに声が届かなくなった。何が足りないんだ。何が。僕はただみゆきを救いたい。そして全員で元の世界に戻りたいのに。そうだ、僕は諦めない。絶対に諦めてなんかやるもんか。アグモン、力を貸してくれ。 彼女、みゆきを取り戻せ。あの優しかったみゆきを、彼女を助け出してみせる。彼女と、僕と、みんなと、何より、僕らの世界のために。 アグモン。
様の声も聞かせて、一緒に叫んで、もっとパクマの声を。わかった、アグモン。来た。お腹の中から熱いものが、パクマの熱い思いが全身に。すごい。今までにない大きな力が僕の中から溢れてくる。アグモンワープ進化。Endlich die Megadigitation.War Greymon. これで終わらせる。 War Greymon! すごいぞ、アグモン。 いや、War Greymon! これが僕らの新しい力。 さあ、続けるぞ、タクマ。俺たちの声で雪を救い出すために。Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir endlich das erste Mega Digimon.Ich bin gespannt, was für einen Angriff er hat. Und vor allem, was es für eine Attacke ist. Und den hat er gut erledigt.Den hat er ordentlich Schaden gemacht.Okay, was für Angriff hat er? Was für eine Passive? Verhindert Schlafen. Oha. Wow, das ist eine Flächenattacke.So trifft er alle drei. Wenn er jetzt noch mit sich redet. Dann kann er alle drei ausschalten. 3000 Schaden. Machen wir es.Die Attacke ist wirklich hart. Also... Stärker geht echt nicht. Flächenschaden und vor allem noch so viel Reichweite. いつでも相手になろう。59。
葉が届かない。なんという気迫だ。おいおい、やべえぞ。完全に暴走してやがる。ダークマ、もう話し合いなんて無理だ。仕方ないけど。ああ、ここでとどめを刺すぞ。今なら取り巻きがいねえ。やれる。待ってよ、そんなことしたら僕たちは帰れなくなるんだよ。ここで見逃したら後でどうなるか分かったもんじゃねえ。Ich will sie trotzdem retten. それでも僕はミユキを助けたい。ムーちゃん言うなよ。もうそんなこと言ってられる状況じゃねえよ。タクマ、これ以上はヤバいよ。私たちもやられちゃう。でもミノル君、カイト君、もう少しだけ時間をくれないかね。教授まで何言ってんの。先ほど一瞬だが彼女は正気を取り戻した。きっと私たちの声は届くはずだ。私はこれ以上誰かが欠けるのを見たくないのだ。だからお願いだ、時間を。少しだけだぞ。ダメそうならとどめを刺すからな。あー、ちくしょう、しょうがねえな。ありがとう、本当に。行くぞ、タクマ君。ミユキ君、わかるだろう。君のことを思ってくれる人がここにいる。弟のハル君のためにも負けないでくれ。君たちも一緒に帰るんだ。ミユキ、ミユキなら大丈夫だよ。きっと勝てる。一緒に帰れる。だから負けないで打ち勝つんだ、主に。タクマ君、もう少しだ。ミユキ君は正気を取り戻そうとしている。ミユキ、ミユキ。私はみんなのところに帰るの。そうだよ、みゆき。みんなで帰ろう、元の世界に。ね、たくまさん。私ダークマ、ダメだぜ。また暴走し始めてる。それに増援が来やがったぞ。そうか、これ以上は持たない。どうするんだ。ユキ、嘘だろ。タクマ君、危ない。いかん。Nein, nicht Gigimon. Gigimon! Mune wo... Sasarete... Yuki, yamete kure!
これ以上誰かを傷つけるのは。タクマ、やばいって。ミユキはもうダメだ。ここもやばいぜ。いつ崩れてもおかしくない。待って待ってよ、ジュジモンが。ジュジモン、ダメだ、とても近づけない。タクマ、俺たちだけでも逃げないと。でも、行け、いいから逃げろ。ジジモン、皆をこの世界を頼むぞ。ダメだジジモン、一緒に一緒に。ダメだって、タクマまで死んじゃう。話してくれ、助けなきゃ。せめてジジモンだけでも。そのままタクマを引っ張ってこい。ミユの開けた穴から逃げるんだよ。僕は無事ね。ああ、うん。くそ、記憶座の間はもうダメね。穴も塞がってしまったみたい。タクマくん、行きましょう。でも僕は、ジジモンさんが亡くなってしまったことは悲しいわ。けれど顔を上げて進むの。進まないといけないの。私たちにはそれしかできないわ。僕は助けられなくて。落ち込んでいるだけでいいの。私たちには、あなたにはやるべきことがあるでしょう。そうだ、託されたんだ。僕はジジモンに託された。ジジモンの願いを叶えるって。そしてミユキも救うんだって。なら、それを絶対に無駄にできない。だから立って行きましょう。うん。ミユが落ち込んじまって参ったぜ。過ぎたことを振り返ったところでもう取り返しなんてつかねえんだから、俺たちは前を、未来を見ようぜ。そのためにもお前の元気が必要だ。あ、カイト、ありがとう。Okay, Kapitel 9 haben wir jetzt auch abgeschlossen. Jetzt kommt Kapitel 10. Anna! 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 Motto, Motto, Neva! Ono yo wa mo kanibi ari!我が対岸のためには未だ足らぬ。つまり生贄がもっと欲しいってこと？じゃあもし生贄をもっと捧げたら返してくれる？
巫女を欲するか。お前が手を組む相手として悪い選択肢じゃないと思うけど、アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話かと思えば、もとより役立つとは思っておらぬ。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志があるんだ。もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われるんだろう。だからさっきも言った通り、生贄を捧げる代わりにみゆきを返してくれ。成就した暁には、この世にしろ返してやろう。約束だよ。アグモン、おはよう。タグマー、どうしたんだよ、朝から大声出して。タグマ、助けて、僕だけじゃダメだ。あれ、あの子たち。はーい、いい子でちゅね。今ご飯あげまちから。ほら泣かないで。いないいない。ばあ、こら泣くなって。せっかくミュウが相手してるのに。カイト、大きな声出さないで。別の子まで泣き出すでしょ。ほらほら、みんな怖くないよ。げえ、こいつ漏らしてやがる。誰か服物。なんだこの状況。タクマ、起きるのが遅えよ。こっちは大変だったんだぞ。悪いけど、これどうなってんだ。決まってんだろ、遊園地のチビどもだよ。お世話をしないわけにはいかないだろう。分かったらさっさと手伝え。ほら、お前の受け持ちはこの子とこの子とこの子だ。すごいな。まさかこんな世界で子守をするなんて。笑ってる場合じゃねえっつーの。お前は笑ってくれ。すぐ手伝うよ。よかった。食事をさせたら落ち着いてきたな。しかしジジも、こんなたくさんのチビをよく面倒見てられたな。そうだよね。ジジモンが死ななければ、この子たちだって。
ジジも、うちたちのせいで死んだんだよね。ああ、いや、ごめん。俺余計なこと言った。ふん。みんな、ちょっといい？子供たちのお世話をしながら聞いてちょうだい。手の空いた時にでいいから、これからどうするか、先のことを一緒に考えてほしいの。この世界から脱出するためにはみゆきちゃんが必要ね。彼女の心を取り戻す必要がある。そうしないとこの世界も元の世界も。でももうこれ以上の犠牲を出すわけにはいかないの。